ポニーテール、え、かわいい、あれみたいなんかマーメイドに乗った気分なの、かわいい。こんばんは。ちょっと明るくしよう、一瞬止まっちゃうかもしれない。え、かわいい、水鉄砲じゃん、ありがとう。ボンちゃん、水鉄砲ありがとう。エイトさん、水鉄砲ありがとう。タントンさん、かわいいありがとう。ニコニコマークさん、尊いありがとう。ドラガンさん、涼しいありがとう。深みどりさん、かわいいありがとう。もう夏やね、今日暑かったね、すごい。夜めっちゃ雨降ってて、ちょっと大丈夫かなって心配になったんだけど、ももかは。そう、なんとか朝っていうか昼からは晴れてて、すごい嬉しかったです。あ、そっか、スイパラも出てるのかも。大雨ね、ほんとすごい雨降ったよね。晴れてよかった。なんかさ、雨降ってる時とかに携帯がさ、なんか、なんて言ったらいい、プルンプルンってなってプルンプルンではないけど音が鳴って、今の警戒レベルは何ですよみたいな、教えてくれるじゃないですか。そうそう、2日前ぐらいあれでもう5回ぐらい起きて、スイパラ当たった、嬉しい。スイパラ温かく寝て待ってます、皆さんありがとう。嬉しい。それで飛び起きた、そう飛び起きて、そうプルンプルンではないよ、音はもっとなんか、なんつったらいい、もっとなんつったらいい違うんですけど、そうでも、そうその音を消してしまうとちょっとダメな気がするから、いつもそのままにしてるんですけど。お、スイパラ食べました、ありがとう、待ってます、スイパラ。あ、ペンギンが泳いでる、かわいい。雷落ちて、雷ね、昨日の夜なんか聞こえたと思う、私も当たった、私も当たった、待ってます、待ってます。すごいいっぱい来てくれる。後ろの七夕すごいでしょ、七夕の時に配信で書いたやつなの。そう、桃太郎侍さん、ペンギンちゃんありがとう。竹内さん、あわあわありがとう。あわあわ、これは何、これってさ、シャボン玉なんだろうか、海の中のブクブクみたいな感じなのか。竹内さん、ミステップありがとう。エイトさん、水鉄砲ありがとう。公園は行きます、待ってます。あ、最近皆さんと会えるイベントが私はちょっと少ないから、早く会えますようにって思ってて、納豆まだ食べれてない結局食べれてないでもこの間ね、2パック食べた、1日で。今日納豆の日、公園も行きます、待ってます。パリピバブル、パリピバブルパリピバブル、お、スイパラ当たりました、待ってます、サーヤンと一緒に。パリピバブルってなんだ何パリピバブル納豆ね、好き嫌いめっちゃ分かれちゃうよね。かわいい、でも名前はよくわからんけどかわいいパリピバブル、水鉄砲もパリピ、水鉄砲どういうことなパリピな水鉄砲とでもデザインめっちゃかわいいよね、なんか確かに。
ミミーさん、ブクブクありがとう。パリピバブルか。ひのっぴさん、パリピバブルありがとう。コウジさん、パリピバブルありがとう。長い。納豆は1日1パック。そうなのか。週5で納豆、お、すごい。私はたまにの、でも大体私も1パック、1日1パックも食べないんですけど、そうね、1週間に1パックぐらいしか食べてないかもしれない。来週ももちゃんウィーク、すごい。山中湖、話し会、スーパラ公園、関ヶ原すか。ね、フルじゃん、ありがとう。あわあわとかブクブクね、かわいいよね。 CMO ちゃんという方、おーちゃんが楽しみで仕事が終わる。お、そうだね、話し会もね、の近めにあるからね、15と10なので楽しみに待ってますよ。ツアーも始まるしね、今月末には。桃が引き、桃が引き、ここなんて書こうかな。パリピーチ、なにパリピ、もうかわいつからパリピだったのか。ウェイティング、そう、涼しそうでしょ。おもちゃに行く、そうだね、イベントが来週は増える。よかった。こんばんは、こんばんは。パーティー好きで、パーティー、パーティーか、パーティー、お誕生日会もパーティー。実はパリピのおもちゃ、私はどうなんだろう。イエパリピがどんな感じかわかんないけども、わかんない時点で自分はパリピではないのかもしれないです。これしか出てこない。こんばんは、こんばんは。今の家がパリピ、あ、そっか、誰がパリピなんだ。お祭りごとは好きだけどね。そう、そうね、リレット。パーティーピーチ、パーティーピーチ、スイパラ、お、当たって待ってるね。スイパラでお待ちしてます。その夜も四国でお待ちしてます。よさこいどうだろう、もちゃん見て。よさこいね、やりたいな。両方一票待ってます。いっぱい会いましょう。イベントいっぱいで体調崩さない、そうだね、気をつけないと。にゃ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 、夏バテは今は大丈夫かな。もともとっていうか、高知ももともとずっと暑かったからね。そう、ずっとではないか、夏は暑いからね、結構暑さには慣れてるはず。はず。南国とさ、暑い。
暑いよ。でも広島も暑いよ。どっちがそう暑いか考えた時に分かんなかった。え、どっちが暑いんだろうね。もうなんか一緒ぐらい暑いって思ってるんですけど、思ってる。そうだね、最近暑さね、なんかもうこんな暑いんかってなるよね。おやすみメールありがとう。いいねん。北海道で35度。暑すぎ。広島も暑いよね。やっぱそうよね、一緒ぐらい。そうなんだ、なんかイメージ的には一緒ぐらい。でも冬は広島の方が雪降ってると思う。多分なんか高知にいた時よりも広島の方がなんか地面が凍結しとったり、雪がより降ったりしてるから。あ、でも去年は高知めっちゃ積もったんですけど、珍しく。そうけど本当あんまり降らんからね。あの、でもめっちゃ去年積もったんよ本当高知。8月の舞踏会、それは暑そう。やばいね。大丈夫かな。あ、そう、すってんころに、そう、もう坂のとこで、うん、地面が凍っとって、それでめっちゃこ尻もちついてこけたんよ。何にもならんかったけどね、めっちゃ痛かったね。からね、今年は雪降ったら本当に気をつける。もう慎重に歩く。舞踏会暑そうだね。ドレスって暑いっけ。北海道はね、ほんとクリコンの日が多い。そうだね、そうそうそう。ドレス暑そう、ドレス暑そうだね。大丈夫かしらね。こんばんこんばんは。ナイトプールとかで撮影会したらパリピッ。ナイトプール行ったことないよね、人生で。私ね、よくね、あの広島来てから一回もプールに行けてないんですけど、あの広島じゃなくて高知の時はなんかなんだっけ、なんて名前の場所か忘れちゃった。なんかめっちゃでっかいね、滑り台がね、あるところによく行ってたんですけど、小学生の時。いや、プールプール。あ、海はね、よく野心パークをたまーに友達と夏に行ってたんですけど、もう中学生の時ね、めっちゃね、日焼けしてた。もう本当に、え、誰っていうぐらいあの日焼けしてて。あ、そう、ウォータースライダーとか流れるプールとか、そう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 、どこだっけ、あの、ま、あの市内にあるやつよ。いや、もうすっかりど忘れ。でもなんか広島もさ、なんかあるよね、どこか知らんけど、広島もの町の方に、そう、巨峰園じゃない方なのよ。どこだっけ。あの広島の町の方になんか滑り台があるプールの見たことがある。あ、なくなるの。あ、それかも、グリーンアリーの近くだって。これ、それかな、なんか滑り台みたいな。そう、なんかあるわと思って。
あ、なくなるの、ファミリープールって言うんだ。え、なくなっちゃうの？そうなの。その多分ファミリープールっていうところみたいなのの高知県バージョンみたいなやつによく行ってた。室内プール、でもね、あのね、プール自体ね全然ね行ってないからもう泳げんかもしれん。こんばんは、こんばんは。昔はどれぐらい泳げた？昔は50メートル必死で泳いでやっとみたいな。なんかめっちゃめっちゃもう体力を全部使ったら50メートル泳げるけど、もう50メートル泳いだら疲れてもう無理ってなる。しかもめっちゃ遅い遅い、本当に遅い。バタフライできないよ、適当にしか全然パーあ、クロールクロール。平泳ぎもできるけど、バタフライは何にもできないです。背泳ぎもできないです。プール行ってたの。てか、ももがプール入ったのね。もうね、中学校の3年生で終わりよ。そっからもう1回もプールに入ってない。何年泳いでない？ 1,2,3 3年半。3年半人生で泳いでないからね、もう無理かも。犬かきちょっと練習しとったよ、中学校の時なんかやりたくて。うん、広島来る前までね。そうなんよ、もう溺れるかもしれん。犬かきの、そう、犬かきちょっとやりたくて練習してて、多分ね15秒ぐらい持ってた気がする。もーちゃんと一緒にプール行って、もーか溺れてるだけよ、もう泳げなくて。こんばんは、こんばんは。ももかきキープできん、ちょっとだけだよ。ちょっとしかできん。こんばんは、こんばんは。なんかさ、運動できる子って全般できるイメージがあるんですけど、ももかの場合は走る系しかできない。球技も水泳も全部できない。走ったり飛んだりぐらいしかできない。子供用のプールじゃないと足がつくの。うわっ、桃花のこと、桃花のこと子供扱いしてる。私のせいでもね、ちゃんと足ぐらいつくんですよ。足つきますよ。テクニックがむしゃらとか、いや、なんか怖がる、すべてを。ボールが怖いから、もうなんか逃げる、とにかく逃げたり、腕力とかもないからボール飛ばんし、もうがむしゃらが得意か分かんないけど、なんか走るのだけは前から得意、得意っていうか、まあな、全国1位とかではないですけど、もうある程度ぐらい。足は足つく、つくわ。つくわ。インターハイ、え、出れない出れない、大丈夫、出れない、全然。子供プール似合いそうじゃないよ、似合わんよ、さすがに。もう全国1位の、1位じゃないです、もうほんと。それぐらいすごいわけじゃないけどっていう、インターハイとかも出てないけどっていうことよ。
クラスでまあちょっと得意ぐらいのレベルなんですけどね。自称なら全国一位、やばいでしょ、自称全国一位とか言えん。こんばんこんばんは。前転と後転どっちが得意？え？前回りの方が得意かな。クラスリレーでアンカーする、アンカーしたことあるかな。いや大体なんか、多分、うん、でもすっごい早いわけじゃないのよね。しかも、あ、でもね、中学校の2年生の時に100m 走が 15.4 何歩ぐらいだったんですよ。でそれでも陸上部さんとかよりは遅いんだけど、クラスに陸上部さんがいなかったからクラスで一番だったんですけど、中学3年生になって一緒に勝負した子にズタボロに負けました。だから一番じゃなくなったよ。そう、ズタボロにうわーって負けました。なんか身長ってよりは悔しかった。どうだろう、なんかそうね、そんなに相手すごかった。いや中2の時は勝ったんですけど、中3で私はもう努力をねサボったので負けたって感じです。努力っていうかその子は運動部とかで頑張ってて、でも私は私はなんか英語部で家でダラダラしてたから当たり前に負けたって感じ。そう、へへこんばんこんばん。英語部で筋トレはちょっとしてなかったね、ちょっとしてなかったね。運動部じゃない。そうで負けるのは当たり前なのよね。でも当時は悔しかったかもしれない。どうだったかな。めっちゃ悔しかったかも。そう。こんばんこんばんは。イモースの全力疾走、イモースのさんの時はもうね緊張したよ、めっちゃ。一番じゃなかったけど、でもよかった。普通に走れとって。イモースの時なんかさ体育館でさ、こけると痛いよね。でも、あのスポーツテストの時はそうどうだったっけ、スポーツテストの時なんかハンドボール投げとか全然飛ばんかった気がする。苦手なんよ。こけたことある、こけたことある。あのイモスさんの時はこけてないけど、もうなんか摩擦でやけどしたみたいな感じになるのがすごい痛い、体育館でこけると。そう、うん、私結構ねこけちゃう人なんですよ。ジャージがそうなんかそう擦れるみたいな。そう、短いズボン履いてると怖いよね。
ね、本当にまた STU のメンバーで運動会したい。なんかスポーツテストも楽しかったけどね、さらちゃん痛そうやったよね。スポーツテストもいいけど、あのみんなでなんか協力するスタイルの運動会がしたい。そのチームのない、チームのみんなとみたいな、そういうのがしたい。マイケルさんとシャトルランで対決して、え、もうかそんな強くないと思うよもうシャトルラン前、シャトルラン大好き人間だったんよね、小学生の時。でもなんかね、でもね、最近はねちょっと諦めてしまう性格じゃないけど、もう無理ってなっちゃう。リレーとか見て、リレーとかやる、なんかミックスリレーみたいな、中学校の時にミックスリレーやったんよ、クラスのみんなで、あのリレーで交代して走ってみたいな、ああいうの楽しかったな。今の小学生シャトルラン、シャトルランそう中学校の時もやってめっちゃ好きで、本当になんか持久走もまあ好きだったんですけど、微妙にもうそれよりもなぜかシャトルランが好きで。でも妹さんでやった時はもうめっちゃ疲れちゃって、あのもうダメだってなったから、そうちょっとまたリベンジしたいなっては思うけど結構伸びて、そうまた髪切ったのに伸びちゃったのよ。そろそろ美容院に行こうと思ってる。男女でミックス、そう中学校の時はそうやったかな。あの音を聞くだけでめまいでもだんだん早くなってきてうわーってなるよね。そうでも今はもうちょっともうあんま好きではないですあれってさ、もうめっちゃ根性、根性でさ、なんかもうやめられなくなるじゃん、シャトルランってゴールなんて言ったら、諦めたらすぐ休めれるけど、もう頑張ろうって思ったらやめられないからしんどいじゃんだからそう、私がシャトルランを始めちゃうと結構もうやるぞってなってしまうから、そう負けず嫌いが出ちゃうからさ結構疲れちゃうのよ。そうこんばんは。いいことじゃない、そうだ、いいことでもあると思うんですけど一人シャトルラン寂しすぎる一人だったらすぐ諦めちゃいそう、なんか誰かと競いたいな。切ない、そう一人はちょっと切ないぼっちぼっちシャトルランはやだな。でもとにかく運動会希望人数増えたから2チームか3チームぐらい分けれるはずやん。48人いるから何チームだ、2チームの方がいいのかな、3チームでもいける。ファンの人、ファンの人と一緒に走る3でもいけそうやね、やりたいな、ずっとやりたいって言ってるけどなかなかないね。1期生さん対2期生対研究生、え、一番研究生が多いか、うん、あかん、どうなんだろう。でも僕研究生ちゃんの
運動の得意の人とかわかんないからなマラソンイベント、うわーすごい、マラソンイベント、足が持ちです私さ、そう、小学校の時にあれなんだっけ、なんかにあの4人ぐらいで二人三脚してから、なんか長い棒を持ってみんなでぐるんって回って集まるみたいな、あれ台風の目、え違うっけ、なんていう競技なんだろう、あれなんて言うっけ、あれなの、あの競技なんだろう、二人三脚をまずして、場所ま、その場所に着いたら長いポールをみんなで手に持って、みんなでぐるーんって前、ま、ぐるーんって一周して帰ってくる競技があったんですよあれ何あれなんて言うんだろう、まあわかんないけど、そうなんかあるんですよ、そういうのが。え、そう、台風の目みたいな名前だった気がするんだけどな、私の学校では。それをやった時に、なんか私のペアの人たちが私より背が高くて、私二人三脚してたんじゃなくて浮いてたんですよ台風の目か、そう、だからもう二人三脚してたんじゃなくてただ浮いてたみたいな、小学生の時ちっちゃかったからもっとひたすら行く、でママになんかめっちゃ見られながら笑われてて、浮いてるよみたいなそうめっちゃ浮いてた、自分ではちゃんとね、二人三脚、二人三脚ってか三人四脚何人だったっけあれ、忘れたけど、そう、うん、そう、ぶら下がってた、そう、なんかね結構ね、みんなで身長合わせてたと思うんですけど、私結構ちっちゃかったから、その動画ないんじゃないかな、どうだろう、中学校の時何の競技したか全然思い出せんの、あ、中1はね縄跳びだ、大縄跳び、よくみんなが喧嘩するやつ、クラスのみんなで。2年生は何の記憶もないな中学3年生はムカデ競争だったんだけど、本番出れてないんだよね、なんか足虫に噛まれて足腫れて喧嘩する、なんかあれ大縄ってさ、飛べない子がいると怒っちゃう子いるじゃん、私はそんなか、まあそんな感じではなかったけどそう、そんな感じなのまあ中学生だからね。騎馬戦、あ、騎馬戦は小学校6年生だ、後ろの支える人、なんか騎馬戦ね、本当は上の人だったけど、多分ももがやったら弱いんよ、だから交代したんだけど、別にやりたいって言ってた子がいたから、こう騎馬戦の一番てっぺんの人じゃなくなったんだけど、もう本当に騎馬戦弱すぎてそう、めっちゃ弱いんよ、だから変わってもらって逆によかった、男子より女子、そう、女子もめっちゃ合うよね、体育大会とかはより、逃げる線も、そうですね、逃げる線もなんか結構本当にそういうの弱いのよね、私、寒くなってきちゃった。ポチ。そう、別に強いとかじゃなくて、ただ単に身長がちっちゃかったから、一番上の人になったんですけど。変わってもらってよかったよ。その時から平和の子だったのかな。なんだろうな。確かなんか人を責めたりはせんと思う。ただちま、おかえり。多分なんかその
運動会とかってさ、やっぱ運動の得意不得意が分かれちゃうから結構ね、雰囲気が気まずくなったり子供の時はすると思うんだけど、そういうのはね何も思ってなかった気がするなんか仕方ないじゃんって思うと、なんかそれぞれじゃん。私はその時めっちゃ勉強ができなくて、小学校の時何も勉強してなくてめっちゃおバカだったから、まあ今もおバカだったから、それと一緒でさ、いろんな子がいるじゃん。スポーツは熱くなるタイプ。運動会好きだったよ、めっちゃ。なんか普通になんかね、自分がかけっことかで走ったりするの好きだった。こんばんこんばん。親子距離、私多分お姉ちゃんと出たことあるんよね、多分。いやって記憶がないけど、私はきっとお姉ちゃんがいたんよ、小学校の時。親子で出るやつ、パパとも出たかもしれんけど、お姉ちゃんとも出たことがあるはず。やばい、記憶がないけど絶対にいた。何の距離だったかな、でっかい鬼のパンツみたいなやつを一緒に履いて走る距離だったかな。忘れた。だってお姉ちゃんに聞いてみて、覚えてるかもしれんいやでも一緒にその親子の競技に、親子じゃないんですけど一緒に出たのだけは覚えてる。そう、それは多分そう。そうこんばんこんばんは。兄弟と出とる人でもしかった。そうなんや。いやでも私はその時に、私も嬉しかった気がする、お姉ちゃんと一緒にその距離出たことが。当時嬉しかったっていうと、嬉しかったって思った。借り物競争ライドルって、違う、借り物競争すごいやってみたかったけどね、一回もやったことない今までで。そう、今この話をしとって思い出した。そうそう、姉妹だけど保護者の出るやつだよ、姉ちゃん。多分パパとも やってないのかな、やってるはずなんだけど。パパもママもそういうおしゃーって感じじゃないよ。なんか結構授業参観とかで本当に端っこから顔出してるタイプのパパとママなので、ママは特にそう、わかる？あ、もーちゃん見てると確かにそうだね、もーもそういうタイプになると思う。私も子供の授業参観にいつか参加することになったら、多分ねねちゃんみたいな感じじゃなくて、ちゅみたいな、あ、いたみたいな頑張っとるわみたいな感じでひょっこり見る人やと思う。そう、静かに見守るタイプの母と父です。そうね。こんばんこんばんは。ちらちら。満足できる。恥ずかしがり屋だから。もーちゃん母になれるかな。いや、わかんない。どうだろうね。自分でも全然分からんよ。お塩公園で静かに見守る。あ、でもそうかも。私もなんか好きなアイドルさんとかのあのライブに行ったら絶対にもうちょこんって見守るタイプの人だと思う。なんかね、本当はコール したいとか思ってる、心の中で。
何々ちゃーんっていっぱい言いたいけど言えないタイプみたいな感じですもんは。そう、ニコニコしてみましょう。いいと思うよ。もう見守ってくれてるだけでみんな。こんばんは、こんばんは。結構ね、性格もね、面白い担当になりたいくらいね、わちゃわちゃしたいっていう思いがすごいあるんですけど、全然できない。全然そんな感じのキャラになれないけど。ユニットの時、あ、そうだよね、ユニットの時言いやすいよね。リネタもう、リネタ生まれつきのなんて言ったらいい、才能があるんよ。面白い、すっごい、もう才能。めっちゃ羨ましい。もうなんか何も考えてなくても面白いのがリネタみたいな。インターフェルト塾いたんで、でもあれは才能、そう、才能、もう生まれ持った才能っていうか、私もニードルフェルトめっちゃ進んでね、めっちゃ可愛くなってるんですよ今。ちょっと見てほしい、めっちゃ可愛いよ。ボケは難しいね。難しい。リネタ普段も、うん、変わらんよ、リネタはずっと。いきます、じゃん、見て、結構上手くないですか。ちょっと足ちっちゃいかな、もうちょっと大きくした方がいいかな。メール見ていて面白い人、もも。ほんと、え、上手いでしょ結構。今ぬいぐるみちゃん、あ、いたいた。え、自分で作ってるのこれ、今この耳の再現が難しかったんですけど、結構うまくいって、ちゃんと裏もこんな感じでこう、ここを再現してて、ここが水色でここが白色を頑張って、そう、メールよりも進みました。でもこれで顔が全然うまくできんかったら、もう全然モモンガにならんからね。顔は配信でやろうと思います。そしたら完成できるかな。あと耳作って、顔は配信で。今のところは本当に順調なんですよ。そう、今のところはね。でも顔が本当一番難しいから怖い。あと尻尾も作んなきゃ。そう、ここ、ここもこのふさふさ具合が難しくて、ちょっとね、軽めにふさふさして、お魚、でもいろいろ食べてるよ。お魚、焼き魚とかお刺身とか。え、結構ね、でも今んとこ順調で、自分なんか私天才じゃないみたいな感じで作ってました。もう天才だよってめっちゃ言いながら、自分に対して。シルエットがモモンガになるでしょ？でしょ？これで顔全然うまくできんかったら、もう天才とか言えんくなるけど。いやー、天才ってみんな言ってくれる。自己肯定感、そう、自己肯定感ありながら作ってる。もうこんなうまく作るの天才じゃんみたいな。自分のことを言ってる。
言って作ってるけど、ここからが問題です。口の部分めっちゃ難しいと思う。でもこの耳がまず第一関門だった今私の中で。でも結構うまくできて、耳がすごいびっくりした。私これうまくできたらどっかに飾ろうって思ってるのに。やだー。そう、へこんでる感じ。ここのこれを再現するのが難しい。ありませんありません。ちっちゃい。ライブで投げて、いやバザー売れる。逆にそこまでバザー商品化できるほどうまくはないと思うやだ、抽選でちゃやだでも他にも作ったらさ、なんか桃のなんかキャラクターとかさ作ったらみんなゲットしてくれるかな。新たなちょっと才能が出てきたかもしれない褒めすぎ自分のこと。お顔の時プラメで、わかった。もうちょっとでお顔だと思うけど、まだ尻尾がちょっとでかいから、尻尾はちょっと頑張って作っとく。オリジナルキャラクターとか、そのオリジナルキャラクターとかもフェルトで作ってみたいよね。モモンガがうまくできたら作れるはず。顔がうまく作れるかどうかだね。でも今んとこほんと TikTok で、これを作ってる人が載せてる人がいたんですけど、今んところモモンガを作ってる人はいなくて、多分テクスの SNS の見た感じがちょっと頑張りたい。本当はチーカーは作るやつだから桃が専用売ってないのよ。頑張りますちいかん好きで、ちいかん好きですよ。後ろ姿も愛らしくて可愛い。頑張らなきゃ。これでどうしよう、顔めっちゃ失敗して面白いことになっちゃったら泣いちゃう。針に気をつけ。もうね、これね、一人で刺してる時にフェルトを手3回ぐらいねグワーってやっちゃったんですよ。でも何にもなってないからよかった痛かった。顔失敗したら、そうだね、個性のね。全然大丈夫だよ、何にもなってないけど、ふわーってそう、チクッとしたら痛いんよ。なんかね、針がなんかちょっとゴツゴツしてるんですよ。そういう感じの構造になってて痛くて。ちょっとね、絵とかはすごい苦手で、前から。でも彫刻刀だったりとか、こういうのとか、その絵じゃない工作に関しては結構ね好きだから前から。これ針、そう、これ2本ついてんの。これは早くで
できるよってやつ。そう、めっちゃ彫刻刀で作る系のやつがめっちゃ好きだったよね昔。絵も得意じゃん。本当？絵も得意？本当？でもね、絵だけはねもう無理。なんかね、小学校の頃にね似顔絵を描いたんですけど、もう誰みたいに言われて、あ、私ですって言ったら、え？みたいな顔されて、もう全然似てない似顔絵を描いたりとか自分の。え、もうないかも、それない気がするんだけど、どうだったかな、どっかにあったかな。あとなんかなんか桜花はほんと授業の中で隣の子の席の顔を描こうみたいなやつはもうほんとにその授業はやめた方がいいと思ってるの。それで前なんか頑張ったんだけど、なんかうまく描けなくて、隣の席の子の似顔絵がうまく描けなくて、で家帰って、そのうまく描こうと思って家帰って、あのダメなんですけどママにも協力してもらって頑張って描いたんだけどうまくできなくて、そう気まずくなってしまったので、もうね隣の子を描くっていう授業だけはもう一生やりたくない申し訳なさすぎてさ、ごめんってなる。しかもそのお隣の人の子は絵が上手くて、私はすごい似顔絵というものが下手だったから、自分の顔もうまく描けんし友達のことも描けなかったんだけど、もうそうあの授業はもうダメだって思って、まあ自分の顔だったらいいじゃん、まあ、自分が似てなくたってさ、まあ別にいいけど、そうめっちゃプレッシャーがあってあとは近くの神社に行って神社の絵を描こうみたいな。でも桃は立体的な絵が全然撮れない、描けないから、すっごい下手くそな絵を描いて恥ずかしくて隠しとったんやけど、なんか隣の席の小学校の時に男の子にこうバッて見られてめっちゃ笑われたんですよそう悲しい。でも本当にそう絵が壊滅的すぎてめっちゃ人に笑われるっていう。それをあ笑ったのか。でも本当にもう自分でも隠してしまうほど絵が下手で、ね、そう描き直したもん、別のものに、もうちょっとマシに見えるようなものにしました。その後描き直すっていう一から。その時はなんか神社の水があって、こう手をこうやってやったりするあれなんて言うんだろう名前ところを描いたんですけど、何にも伝わらんくて、何それみたいな絵になってしまって、今描いて、その時描いた絵はあんまり覚えてないんだけど、多分ねなんかどんな感じで描いたんやろ当時の私は、忘れちゃったけど、どうやって描いたんかな。なんかすごい立体的な絵が今でも描けなくて、めっちゃ今適当に描くよ、描くんだけどなんか
どんな感じで書いたんだろう当時の私。なんかもう覚えてないけど、こんな感じで書いたんかな。多分こんな感じだったと思います。あの、分かってくれるかな。え、でもなんか前よりマシになってるかも。こんなんじゃなかったのよ、焼き鳥。わかる、焼き鳥っぽい。でもこんなんの、ここで水があって、で、ここに竹のあれがあって、こう、こうやって、でもこの時点でここがうまく描けてないじゃん、立体的に。あ、そう、神社の、そう、手洗うとこみたいな。でもこれよりももっと立体的に描けなくて、みたいな。そう、柱がね4本描けないんですよ私。この2本しか描けなくて、奥行きがわからないの。絵の奥行きってどんな感じみたいな。私がそういうのが描けなくて昔から困ってたの。そのなんかさ、奥行きを描こうって思ったら、こうやって足しちゃうのよ、こんな感じで。でもうな、傾いてるみたいになっちゃった。こういうのが描けないの私。そうなの、こういうのが苦手なの。サイコロはサイコロは椅子とか全然かけないもん。待って、サイコロ、あ、サイコロかけない、やばい。サイコロかけない、じゃん。もう本当に立体的なのがよくわかんない。立体的ってなんなん、まず。もう知らんって思ってます。なんか豆腐みたいになるね、私が描いたら。カレー、あ、そう、前ね箱描いてカレー描いたのは覚えてるよ。カレーを描いて、なんか、こうやって全然描けてないけどね。こういうのが無理なんで昔から。だから美術の時間に書くものってこういうものばっかりじゃん。こういうさ、なんかむずい。学ぶといい、本当。こういうのが書けない、一切書けない。写真を撮ってもなんか描けるのかな。なんかさ、立体的じゃなかったらまだマシなよ。例えばこのモモンガちゃんだったら、モモンガちゃんだったら立体的じゃなかったら多分マシなはず。
やばいかもしれない。モモンガも書けんかも。あ、でもニュアンスは。ダメかもしれない。え、ダメかも。うまい。本当にこれうまい。結構みんな甘々だね。これでうまいって言ってくれたら甘々です。そうか、サイコロよりマシってことか。でも私フェルトで作った方がうまい気がする。なんかさ、え、なんかこっちの方がうまい。私なんかニードルフェルトの方がなんか才能。そう、ある気がしてきました。なんだもう朝かと遠いコツ泣きたたんにたたん、うんうん、なんだ雨はちょうど湿って。自転車乗ってる人ってなんでそんな難しいのよ。うん、そんな難易度高いの私にかけるんでしょうかね。自転車乗ってる人、自転車乗ってる人って何。発作出てきた。どうしよう、もう何にも分かんなくなってきちゃった。え、もう何にも分かんない。え、どうしよう。言いたいことは分かってほしいんだけど。言いたいことは分かってくれる？言いたいことは分かってくれる。それはよかった。ここカゴで、ここタイヤで、ここ座ってて、ここがサドルなんですけど、なんか自転車自転車にはならなかったね。もうちょっと簡単な画角から書けばよかったかな。簡単な画角とかないか、自転車に関しては無理だ。あ、いたヘルメットつけてない。安全。
これ違う、ヘルメットだよこれ。これ違うよ、あとは髪じゃないよ。自転車かな、難しい。確かに裸みたいになってるね。髪を生やしてツインテールにして、んで、じゃーん、立体的な絵って何なんだろうね、ほんとほんと上髷じゃない、ベレー帽、確かに帽子みたいになっちゃった。かわいいでしょ。なんかいい、あとちょっとな気がするんだけどな、なんかあと一歩というか、あと一本だと思うんですよね。コージさん、ミステップありがとう。チョトピーさん、ハートありがとう。クちゃん、ブクブクありがとう。コージさん、ミステップありがとう。うん、ちょっとだと思います。天才じゃないから、全然天才じゃないよ。このかわいいでしょ。画伯じゃん。そう、今まで確かになんか、絵だ、なぜか絵で笑いを取ろうとは思ってないのに、絵だけはなんか笑ってもらえる。本当はうまく、これも本当にガチで描いたんですよ。もうももの中では本当に描いたよ、これは本気で描いたけど、サイカリン先生、そうですね、ちょっとサイカリンスクールに。マイケルさんはうまいんですよ、絵とってもうまいよ。私はなんか本当の下手くそな人って感じ。かげしまちゃんもまあ、そうなの、絵が得意なんだ、いいね。絵でも得意な子多いよね、メンバーに。2期生とかも結構イラストとかすごい上手いメンバーばっかりで、なんかすごい自分よくさ、やっぱアイドルになると絵を描いたりとか、年賀状をね描いたりするんですけど、もう私のセンスが何もなさすぎて困ってる、本当に。みんなが上手だから、なんかすごい私隠すもん、描いて提出するんですけど、一番上に置いたら恥ずかしいから、もう下にシュッて入れて隠すの。もうそう、文字とか絵とか描くことが多すぎてもう恥ずかしい、耐えられんってなってる最近。だからなんかモモの出る、モモが描いたグッズとか出るじゃん、みんなそれぞれ自分が描いたものとかのグッズが出るじゃないですか。でもモモのやつが本当にもう下手すぎて。ごめん。モモの絵好きです、本当。じゃあこれ、これのなんかやつ出てきても買ってくれる？これのなんかグッズ出ても。ペンライトフィルムのやつ、そう、見た見た。でもペンライトフィルムはまあそんなにひどくなかった。
自分のやつ。ほんと？これ生誕ティーでいいの？ほんと？これ何って感じやけど、もう自転車のイメージ全然ないのにさ自転車のイメージで言うとユナユナなのにあ、買ってくれますか？正直無理とか、ほんの正直に。ぜひゲットしてください。もうほんと、なんか絵が甘い。ちょっと羨ましい。立体サイコロもちゃんと描けるようにしよう。欲しい？ほんと？ほんと？キーホルダー？確かに。キーホルダーこれ可愛いんじゃない？買います、ほんと。もーちゃんがデザインしたそうよって。でもほんとみんなさ、なんかほんとにレベル高いイラストをみんな描いてるね、メンバーのみんな。もうびっくり。同じっていうか、同じ人間なのに、なんか同じ人間なのにこうも変わるんだなっていつも思う。ランダムはやめて。ランダムはかわいそうよ。だってモモの欲しくないのにモモのこれ出たらかわいそすぎるもん。もーちゃんだから本当うん、そう、同じ道具を使ってて同じね、同じなのに何も書いたものは全然違うっていう。汗汗ある意味 SR すごい。キーホルダーとかだったらね、確かに。そう、最近ちょっとずつはマシになってるんだけどね、多分これでも。自画像は本当に描けんよ、もう。本当に任からね、ももがももを描いても。私の顔すっごい、てか自分の顔ってさ、自分の顔ってさ一番見てるはずなのにさ、何も分かってない。同じ人間なのに、なんでもっちゃんそんな可愛いのありがとう。17日のシークレットのやつまだ見てない。でも多分分かる、多分あれだろうなってのは分かるけど、まだ見てはない。キャラっぽくね、そう、可愛いイラスト系にしたらいいんだけどさ。いや、もうももはね、自画像は自分しか描いちゃダメよ、下手くそだから。ほんとね、描けないよ。眉毛はちょっと丸みがあってね、ね、目があって、ね、目があって、ね、ちょこっとまつげがあって、で、鼻があって。で、ほっぺあって、で、前髪パッツン。
なんか誰みたいな人出来上がったよ。誰なんか私よりお姉さんの顔がで、なんかお姉さんとあのお姉ちゃんって意味じゃないよ、なんて言ったら、ももよりも大人っぽい女性の顔が出来上がったんですけど私ココアさんいない。ねほら誰ってなるでしょ、私に似せれないの。どうやったら似るのかね人手はちょっとあのですね、ちょっとパッて書いちゃった。自画像はどうやったら似るのかっていう、だってこんな、自画像それだって、ああモモは輪郭があってで目があってうん黒目があって、さっきと一緒のこと言ってる。描こうとしたのに、なんか笑顔を描けない口つむってないと難しいね、顔描くのこの状態って難しいんだね。笑ってたらちょっと似るかなって思ったんだけど、難しいね。もう誰か、私のつもりなんだけど、もうか笑顔がすごい難しかった。うん、誰でもない知らない人。分かった、もう最終手段に出ます。最終手段に出るよ。最終手段も見てない、どうしよう。見てない、最終手段も似てない、どうしよう。もう
めっちゃ顔を笑顔にの目がこうの状態を描こうと思ってるんですけど、それすら似ないっていう。だから前からに自分の似顔絵を描いても誰って言われるんだよね。そう、なんか誰、あ、言葉では言われないんだけど、誰ってみんながそういう顔をして私を見るんです。もうこれでいいや。どう？あ、もっとシュッと優しい言葉言ってくれる。まだ一番マシかな、これが。もう目を笑う笑顔にしたらそうなるっていう。目を描くと全然似ないの、誰状態になるから。絵描いても、確かに押すしかないやんって書いてた。確かに、なんかね、目がリアルな目は描けないんですよね。うん、私さえあのポニーテール好きだからポニーテールにしよう。もうこれで。もう無理だ、自画像難しいんだけど。この絵よりサーヤの方が可愛いし、100倍何千倍も可愛いし、実物の方が。リボンしてるイメージない。いいじゃん、別に絵なんだから。文字は、だって文字を書かんともう。そう、目が大きい。そう。かわいいでしょ？実物の方がかわいいけど。そう。
推しに怒られそう。え、嘘、待って、そんななんか、え、でも悲しいんだけど、そんなこと言われたら。可愛く描いたのに、ショック。うん、描かない。怒ってないよ、悲しいっせ、どっちかっていうと怒んないよ、もう。そう、可愛く描いたの。ボイトレ今日は行ってないよ、練習しただけ。ダンスやるよ。うん。バーキのふり出してない。そうそう、読もうかな。髪は今度切るよ、ちょっとだけ。お疲れじゃない、悲しい失礼した。めちゃ変顔みたいになってた。ちょっと待って。この価格は嘘だ。で、変になっちゃう。もう口角上げてんの。広口の練習だよね。笑顔を保ってる。
泣いてないよ。こんばんこんばんは。優しいね、いじりは好きなんですけど、みんなのちょっとね、悲しい言葉は悲しいよみんなじゃないけどね。こんばんこんばんは。お洋服のキラキラ、そう、これメンバーも褒めてくれる。こんばんこんばんは。どこ、あ、これこれこれ、配信だと見えにくい。新宿だよそんなんね、ダイヤついてたらびっくりよ、こんな大きい。可愛くないかな、可愛く描いたつもりだったんだけど また練習しときやす。そう、キラキラおめめ、もーちゃんの船の絵もちぎるって本当？足生えてるやつ？ファーニーには見せない。ついちゃいつつ、いや、その目がキラキラしてるのをね、真似したかったの。今日の前髪、悪くはないけど、そんなに良くもないよ。湿気が強いから。少女漫画風おめめ、そう、リアルなおめめ難しいリアルなおめめ描き始めたらさ、もう上手くないか。そう、描きコーナー定番か。じゃあ今度から自分の自画像を描くね。人は描かないようにする。自分の自画像をちょっとどれだけ上手くなっていくか。の絵前でしょ。そう、家族はね勝てるけど、着せ替えお絵描きみたいな。あー、でもやってたかも。
こんばんは。ではそろそろ読みましょうかね。神戸のまちさん、かわいい、ありがとう。まもるしたいライフ、ありがとう。メガマイちゃん、かわいい、ありがとう。ゴージさん、かわいい、ありがとう。テンマさん、ありがとう、ありがとう。ドラガンさん、いいね、ありがとう。チリピーさん、あまあまあ、ありがとう。ピーチさん、テポ、ミステポ、ありがとう。ジェタンさん、かわいい、ありがとう。ミミーさん、テポ、ありがとう。テンマさん、うま、ありがとう。マモロシさん、だるま、ありがとう。ゴージさん、あまあまあ、ありがとう。もう鏡のお顔似せれるかな。13位のかぶやきさん、ありがとう。12位のひでくんさん、ありがとう。ちいちのドラゴンさん、ありがとう。もーちゃんのデザインのグッズ欲しい、大好き。おお、じゃあまた出たらもしゲットしてね。10位のももかしか愛せない、まき病、まきかんじゃ。今日ももかがすかちか、もう寝てもう寝てもう寝てるのまた言ってね、最後まで。9位のしだたまさん、ありがとう。8位のゼタンさん、ありがとう。7位のハートマークさん、ありがとう。6位のコウジさん、ありがとう。2日間で4時間ぐらいしか寝てないから、すやこの後いっぱい寝てね、お疲れ。5位のマピョンオッピーさん、ありがとう。ニードルフェルトとも絵も可愛くて最高、ありがとう。また完成したら見せてね、楽しみにしてるね。4位のふみやとまくふふさん、ありがとう。3位のたろいもさん、ありがとう。2位のももかろ侍さん、ありがとう。1位のぼっちゃん、ありがとう、ありがとう。 Thank you、ありがとう。今日も長い時間ありがとうございました。またお話しようね。ももが頑張るね。またちょっと進んだら見せます。楽しかった、よかったです。またね。明日も応援してます。おやすみなさい。バイバイ。おやすみ。バイバイ。またね。親子ももん。バイバイ。